皆さんこんこにちは小林愛子ですえっ、ー、と今日は新しく立ち上げたブリアンナアースチームについてのお話をしたいと思います。えー、このチームは私の周りにあのいる自ら輝いて生きると決めて、えー、進み続けているブレシャスコースの生徒さんのまあ有志メンバーで立ち上げました。そもそももブリアンナという 名前はね「えー、輝く女性」という意味を持つ、えー、名前なんですけれども私がすごく大事にしているのが「一人一人が輝いて生きる」というねテーマを持って、あのー、仕事をしたり活動をしたりしてますけども、まあ、今この、ね、2020年本当の意味で、まあ、あの輝く自分を輝かせて生きるということが本当に 重要な時代でまとはいえねこういったあのコロナの影響があったりそれぞれまあ一人では耐えられないようなこととか、ま、苦しいことなどがあったりねえー、なんか輝くって何だろうって私自身もあのそういう時まああったりします。まあ、そんな時にに、ま、周りにいてくれる仲間とか、 何でも言える仲間とかつながり、応援し合える人たちがいるっていうことはとてもなんか力になる、うん、とても大きいことだと思うんです。でね、今回えっとこのブリアンナアースチームなんですけれども、まあ、本当のあのなて言ったらいいか、えっとまあ、ブリアンナアースチームがやることっていうのは、まあ一人一人が自ら自分の才能 力をもっともっと今以上に開花して一人ではねできないことをお互いに応援し合ったりつながり合ったりして輝いて生きるチームそして、まあ、同時にねもっと大きな視点を持ってまあ自分だけじゃなくうん周りの人もそうだし人もそうだけど植物とか環境とか。 まあ、もっと大きく地球とか宇宙とかねともつながって考えていける、えー、とグループにしていきたいと考えています。まあ、私のな根底にある、まあ、あの一つとしてこの生涯で唯一やるべきことがあるとしたらあの一人一人あなたがあなたらしく輝いて生きることだとあの考えています。まあ、これは なんかもう人ももちろんそうなんですけれども宇宙にまあ存在する全てがそうでなければいけないってあの考えているので何か一つだけが輝けばいいじゃなくててててが輝いいこそだと考えていますあの自分だけではなく身近な人。ね日本とか地球とか宇宙とかもう本当世界全部。 そういった、ね、なんか広い視野を持てば持つほど人って可能性を発揮できるともそあの思っていてそんな視点でみんながね物事を考え自らも輝き、うん、あのお互いにその輝きを増していけるそんなあのブリアンナ・アースチームにしていきたいと考えています。ですのでなんかこういった思いに賛同していけあのくださる皆さんがね一緒にあの 活動してってくれたら参加して活動してってくれたら本当に嬉しいですではよろしくお願いします